東日本大震災の被災地はこの秋一番の冷え込みとなり、宮城県の気仙沼湾では珍しい現象が見られました。午前6時です。後ろの気仙沼湾には毛荒しが広がっています。立っているだけでも足が震えるぐらい寒いです。放射冷却が強まり最低気温が3.7度と、この秋一番の寒さとなった気仙沼市では、 気温が水温を大きく下回ると発生するけ荒らしが立ち込める中、離島のフェリーが到着し、マフラー姿の高校生が足早に降り立ちました。寒寒寒いいいででですすす足とかかくな